皆さんこんにちは。今回のトピックは使うだけで速くなるエンタープレイモードオプションです。Unity エディターにはエンタープレイモードオプションというものが存在しています。これをオンにするとプレイモードに入る時間が速くなるというもので、基本的にはオンにして使うことをお勧めします。実は今回本当にお伝えしたかったことは以上なんですが、せっかくですので、このエンタープレイモードオプションで実際にどの程度速くなるのか、なんで速くなるのか、副作用はあるのか、等々を少し掘り下げて話してみたいと思います。まず実際にどの程度速くなるのか試してみましょう。これはおなじみボートアタックサンプルプロジェクトですが、エンタープレイモードオプションを使っていない場合は、プレイモードを開始するのに、はい、4秒以上かかってますね。それではエンタープレイモードオプションを有効にしてみましょう。プロジェクトセッティングスからエディターを開いて、このエンタープレイモードオプションズをオンにします。これでプレイモードを開始すると、はい、1秒もかかりませんでした。かなり速くなってますよね。このようにエンタープレイモードオプションを使うことでテストプレイにかかる時間を減らすことができます。で、それじゃあなんでエンタープレイモードオプションを使うと速くなるんでしょうか。もう一度エンタープレイモードオプションズを見てみると、このリロードドメインとリロードシーンの2つがオフになっているのがわかると思います。このドメインリローディングとシーンリローディングの2つのリローディング処理が省略されることによって動作が高速化されているというのがここで起こっていることの実態です。ドメインリローディングというのは簡単に言えば C# スクリプティングシステムの再起動です。これはアプリ起動直後の状態を再現するために行われています。スクリプティングシステムを再起動するためにまずはオブジェクトを一旦シリアライズします。そしてシステムを再起動して、その後デシリアライズしてオブジェクトを復活させるという流れになります。この一連の処理はかなり重たいものになるので一定時間待たされることになるんですね。ちなみにこのドメインリローディングはスクリプトをコンパイルした時にも発生していますね。それと同じ負荷がプレイモードに入る時にも発生しているという感じです。リロードドメインのオプションをオフにすると、このドメインリローディングを行わずにプレイモードが始まるようになります。ドメインリローディングしなくても大丈夫なのかというと、まあ大丈夫じゃないケースもあるんですが、それは後で触れましょう。次のシーンリローディングは、名前の通り現在開いているシーンをリロードする処理ですね。これもやっぱりアプリ起動直後の状態を再現するために行われています。ビルドされたアプリでは、まずシーンをロードして、オブジェクトを初期化して、そして最初のフレームの処理を始めることになりますよね。エディター上でプレイモードを始めるときも同じようにしたいので、わざわざ一旦シーンを破棄してからリロードしているわけです。ただこれについては、本当にシーンをリロードしなくても、初期化処理だけ走らせれば、まあ大体似たような挙動になるような気がします。このリロードシーンのオプションをオフにすると、そういう擬似的な処理で済ましてリロードまでは行わないようになるわけですね。最後にエンタープレイモードオプションの副作用について触れておきます。まず、ドメインリローディングをオフにした場合の副作用ですが、わかりやすいところではスタティックフィールドの初期化が行われなくなるという問題があります。例えばこんな感じのコードがあったとします。スタートが走るたびにスポーンカウントをインクリメントしてスポーン回数を計測しようって感じですね。ただこれドメインリローディングを無効化するとスタティック変数の初期化が行われなくなります。プレイモードを一旦止めて再開した場合、スポーンカウントは0から始まらず前回のプレイの値を引き継いでしまうことになります。これを修正するにはどうしたらいいかというと、ドキュメントではランタイムイニシャライズオンロードメソッドとかを使えばいいよって書いてありますね。確かにこれで直せるんですが、解決方法としてはちょっと回りくどいかなという気もします。個人的にはそもそもこういった用途にスタティック変数を使うのを避けて、マネージャークラスのようなものを用意して管理するっていうのがベターな解決方法かなと思います。一方、シーンリローディングについては副作用が小さいので、問題になることはかなり少ないと思います。ただ、エクゼキュートインエディットモードを使った場合なんかに、挙動が若干変化するので注意が必要になります。エディットモードに対応したアセットを開発する場合は、ドキュメントを見て対処方法をチェックしてみてください。
また副次的な問題として皆さんが使用しているサードパーティーアセットがエンタープレイモードオプションに対応していない場合、問題が発生する可能性があります。これについてはまあアセット開発者に連絡して直してもらうしかないですよね。エンタープレイモードオプションは開発効率に影響を与える要素なので、これに対応しておくのは必須といっても過言ではないんじゃないかなと思います。もちろん Unity の標準アセットがエンタープレイモードオプションで問題を起こしていた場合は、ぜひバグレポートを送ってください。今回はこんな感じでエンタープレイモードオプションについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。すでにこのオプションを使っている方も多いと思いますが、デフォルトでは有効化されていないので、始めたばかりの段階ではなかなか気づきにくかったりすると思うんですよね。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。